はい、ヒルビル放送局、まこねーです。わけありダイエットを今日もお話しながら歩いていきたいと思うんですが、今日はですね、昨日の M キャストと同じような内容になるかもしれません。というのは、今日からね、これ配信してるの金曜日だから、今日から、全国で、ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーが公開されます。映画ですね、映画。同時に、セイント・セイヤ・ザ・ビギニングも、今日から公開。ということで、まあね、私が1974年生まれ、昭和49年生まれなので、そう、まあ同世代の人が結構聞いてくれてるんですよね。このポッドキャスト。まあ、それで、同世代ってことで、まあ、きっと、小学生の頃は、スーパーマリオブラザーズに衝撃を受けて、なんだこれはみたいな。本当、友達がね、スーパーマリオブラザーズを持って、うちに遊び来た時に初めて触ったんだけど、いや、ほんとね、まあ、衝撃でしたね。なんて面白いゲームがあるんだって感じで、そう、なんかそれまでね、うちにあったゲームってわけじゃないんだけど、そう、なんか横スクロールのアクションゲームってあんまり経験がなかったのかな、私自身が。そう、なんかね、なんかわからないけど、すっごくね、横スクロールで、もう広大な、大きなストーリーの中に、マリオに扮した私がいるみたいな感じの、ものすごくなんか、すごい衝撃を受けたのを覚えてる。そのスーパーマリオが、まあね、時代を超えて、ディスクシステムに行ったり、スーパーファミコンに行ったり、そう、私はね、スーパーファミコンの頃の、マリオまでは、実際にプレイしたな。そう、そっから64に行き、それから、DS、スイッチと、ずっと、マリオはね、いろんな形に変えながら、スーパーマリオは成長してきたじゃないですか。そう、私はね、スーパーマリオも面白かったんだけど、マリオが主人公のレッキングクルーっていうパズルゲームがすっごい好きで、私がね、自分でおねだりして買ってもらったのは、初めて買ってもらったのはレッキングクルーだったな。あれちょっとね、普通のソフトが4600円とか4500円とか4900円の頃に5500円で、自分でステージを作る機能とか、それを録画とか保存するね、機能とかがあったんだよね。まあ今どうやって録画したかっていうのはあんまり覚えてないんだけど、そう、もしかしたらテープレコーダーに録画するような、周辺機器が売ってたのかもしれない。ちょっと覚えてないけど。そう、エキサイトバイクもね、そんなね、自分で作ってそれを保存するような機能があったよな。そう、まあ、その、エキサイトバイクとか、エキバイとか、レッキングクルーの保存方法、作ったソフト、ページの保存方法とか、詳しい人がいたら、コメントに残してください。で、同時にセイントセイヤも、まあ、ね、私たち世代は、北斗の拳、るろうに剣心、セイントセイヤ、キャプテン翼、まあ、悠々白書とか、まあ、大体、筋肉マンね。そう、筋肉マン、北斗の拳、キャプテン翼、セイントセイヤぐらいが、まあ、漫画もジャンプを、ね、毎週追いかけるようになった頃じゃないかな。そう、まあ、それで、まあ、セイントセイヤは、いや、少年ジャンプを毎週追いかけながら、読んでたな。ドラゴンボールもその頃もやってた気がするんだよな。そう。アラレちゃんとかも終わってた気がするんだよな。そう。地獄先生ヌーベとかもその頃じゃなかったかな。あんま自信ないんだけど。そう。私はね、ジャンプしか見てなかったんだけど、マガジンとかサンデーとかね、チャンピオン見てた人たちはもっといろんなの知ってるかもしれない。そう。まあ、まあ、そんな中の、もう、ほんとさ、
私世代にはドンピシャの、スーパーマリオと、セントセイヤをテーマにした映画が今日から公開。ザ・スーパーマリオ・ザ・ムービーは、ザ・スーパーマリオ・ムービーは、先週、全米公開で、全米は、もう、2位にダブルスコアつけて、もう圧倒的1位。フル CG のね、スーパーマリオで、そう、スーパーマリオといえばね、昔ね、もう、これでいいのみたいな感じの、映画版があったけど、まあ、あれがもうさ、あれがね、映画業界のトラウマになっているらしくて、アメリカのね、その後、積極的に、ゲームをテーマにした、映画は、あまり作られてこなかったみたいなのね。で、ゲームをテーマにした映画も、まあ、ぶっちゃけね、あんまりヒットしたのがなくて、そう、まあ、映画がヒットしたからゲームができたっていうのはいっぱいあるんだけどね。スターウォーズとかバットマンにもね、含めいろいろあるんだけど、ゲームがヒットしたから映画を作ったっていうのはね、ソニックまでなかったみたいね。たださ、ソニックヘッジも、ソニックザ・ヘッジ、なんとかだよね。そう。ソニックの映画さ、そう、1も2もあって、2は去年の夏に公開されたんだよな。そう。うん。でもさ、ソニック日本で話題になったか？ソニックってさ、まあ、セガのキャラクターだけど、まあ、ソニックは知ってる人は結構いると思うの。うちら世代は。そう。で、まあ、PC エンジンとかで遊んだ人も結構いると思うんだ。そう。セガサターン、私はセガサターン2、いや、セガサターンでソニックやった記憶があるな。うん。そう。でも、まあね、セガはね、日本史よりね、海外市場の方がゲームバンバン売れちゃうから、そうかもしんないけど、まあ、ソニックの映画が日本でヒットしたかって言ったもん、私、そう、去年映画追いかけてたから知ってるけど、映画追いかけてなかったら多分知らないんじゃないかってぐらい、なんか前から映画な気がするんだよね。で、まあ、ソニックの映画の予告しか見てないんだけど、予告はさ、なんかほんと、なんかぬいぐるみが動いてるだけみたいな感じの、そう、うん、いまいち予告編を見る限りあんま感情移入できなかったんだよな。そう、まあ見れば面白いと思うんだけど、まあ多分ね、ソニック自体、日本の知名度、日本ではあんま知名度がないだけに、まあ、日本市場ではそのソニックの映画はヒットしなかったんだけど、海外市場ではソニックすごくね、なかなか良かったんだよ。データ的にね。そう。まあ、そんなのもあって、スーパーマリオブラザーズ、満を持して映画化って感じらしいんだ。で、スーパーマリオの世界観とかは、まあ、任天堂がね、もう徹底的に手こ入れてして、そう、前みたいな、大失敗したようにされてるみたいなんだけど、まあ、そんなこともあって、本当全米のね、映画関係のね、全米というか、世界中のね、映画関係の主要な YouTube とか、今ね、本当スーパーマリオザムービーで一色みたいな感じなんだけど、まあ、その中で、こっそり公開されるのが、セイントセイヤザービギニング、うん、ちょっとね、内容は、本来のセイントセイヤとちょっと違うの。そう。まあ、大筋では変わらないけどね。そう。ちょっとね、違う。うん。で、まあ、予告見る限り、ゴールドセイントも出てくるっぽいよね。そう。ただまあ、なんだろうな。まあ、私が見たいセイントセイヤの映画じゃないんだよな。そう。なんか、まあね、私思うんだよ。アニメとか漫画で流行ったと、特に、漫画でさ、絶好調だった、ものを実写映画化ってやっぱ特に難しいと思うね。特に日本のやつは。そして、まあ日本のやつを、まあ海外の人が、
あれ、映画化するってなると、まあ、まあ、まあ、こけるよね。他の国ではともかく、まあ、日本ではこけるよね。私の記憶の中で、そう、日本のアニメで、海外で、映画化されて、実写映画化されて、まあ、たったのがない気がするな。そう。できるできるとか言って、できないとかいうのも結構あるからね。そう。マクロスのさ、実写化とかさ、シマクロスの実写化、ぜひね、見てみたいと思うんだよな。そう。そう、まあ、ガンダムもね、Gセーバーはまあ、どこの国が作ったんだったかな、あれ日本で作ったのかな、でもまあ内容はね、もう、日本で作ったとは思えないような内容だしね。そう。まあ、まあ、だとしてもね、日本で作ってもさ、そう、日本で作っても、まあ、アニメとか漫画の実写化で、まあ、成功した例は、そう、成功した例と失敗した例だったら、まあ、半分半分ぐらいかな。でもまあ、名も知れずにっていうものも入るわけだから、まあそうすると、やっぱ、失敗例の方が多い気が、失敗例の方が多い気がするよね。今の映画はさ、完全オリジナルっていうよりも、まあ、原作ありきってのが多いから、まあ、そうするとね、漫画家原作っていうのがいっぱいあって、そう、全部がね、まあ、そこまで全部含めると、まあ、どれくらいの抵抗率失敗率かわかんないけど、まあ、アニメ化された、漫画でアニメ化されたものの失敗率は、まあ、ジョジョもそうだし、まあ、ガッチャマンもそうだし、デビルマンもそうだし、キャシャーンもそうだし、みたいな感じで、まあね、期待に胸を膨らませて見に行くっていうもんではないよね。まあ、それだけ、日本人が、まあ、アニメも漫画もさ、すごい目が超えてるんだと思うんだよね。で、まあ、そこでもう、くっきりさ、ヒットしたってことは、それだけさ、くっきりな、なんかもう、そこに、もう、バッチリ浸透してる人が多いってことじゃん。まあ、それをね、そう、CG の力を使おうが何よりかさ、まあ、無理やり実写化っていうのは、まあ、無理がない。無理があるよって、思うもんね。そう、それはやらない方がいいんじゃないっていうのが、私の正直なところなんだけど、まあ、そんな中で、まあ、今週、スーパーマリオと、セイントセイヤザ・ビギニングが公開されるんだけど、まあ、スーパーマリオザ・ビギニングじゃなくて、セイントセイヤがまあ世界中でどういう評価になるかわからんけど、そう、セイントセイヤね、セイントセイヤが好きな人はね、世界中にいっぱいいるし、まあね、だったらさ、セイントセイヤのさ、オープニングとエンディング、オープニングぐらいは、そう、元々のセイントセイヤの曲にしてればよかったになって、私は思うんだけど、そう、うん。まあ、ね、多分、セイントセイヤ、ザ・ビギニングは、まあ、日本では大ゴケ。誰も知られないまま始まって、誰も知られないまま消えていくみたいな。まあそんな感じがするんだよね。そうで、スーパーマリオが、じゃあ、どれくらいヒットするかって言ったら、いや、スーパーマリオも厳しいんじゃないかな。そう、うん。まあさ、まあ予告で十分っていう感じなんだけど、まあね、そう。ディズニーとかのさ、3D バリバリの、アニメ映画を見るっていうような感覚で、まあ見に行く分には面白いけど、そういう層が、どれだけスーパーマリオ世代にいるかって言ったら、微妙じゃない？だからって別にスーパーマリオはさ、私たち世代じゃ、だけじゃないからさ、そう。そうなると、まあもっと若い世代がっていう話になっていくけどさ、じゃあ、そう、じゃあ
どこまで若くなっていけばいいんだろう。じゃあ、20代、30代が今、いっぱいさ、日本の映画いっぱいやってるじゃん。その中で、じゃあ優先順位が高いかって言ったらさ、今、日本で一番ヒットしてるのは、そう、コナンよ。黒金のサブマリン。そう、次が、東京リベンジャーズ2だよ。そう、そこに割って入る？そう、まあさ、まあ一般で言うライト層って言われる人たち。うん。まあ多くて月1回。そう、まあ少なければ、まあ少ないたって、まあ年1回行くかどうかっていうライト層の人たちが、まあ、スーパーマリオザムービーに、まあ、を、コナンを蹴って、東京リベンジャーズを蹴って、そう、じゃあ、スーパーマリオザブラザーズに行くかったら、行かないと思うんだよね。そう、うん、なんかもう、アマプラでいいやとか、サブスクでいいやっていうようなイメージなんだよね。うん。となるとさ、そう、まあ20代、30代も、まあないよ。そう、多分そんなに響かないと思うんだよね。で、まあ10代も、まあ中学生以上は多分、響かないと思うんだよね。そう、もうそれこそサブスクリーヤーになっちゃうと思うんだ。そう、うん。そもそもスーパーマリオブラザーズ自体が、まあ、そんなさ、もう、いろんなゲームがある中で、ハイパークオリティなさ、ゲームがある中の一つっていう位置づけじゃん。私たちの場合は、もうスーパーマリオブラザーズっていうさ、もう衝撃から含めてだから、もう、もう、神気分？そう、スーパーマリオザブ、スランプスーパーマリオの神ゲームだっていう気持ちがやっぱさ、強いじゃん。それに比べれば、まあ、若い世代になればなるほど、そんなことはあんまりないと思うし、となると、まあ、もっとちっちゃい子たち？じゃあさ、そう、今ね、日本で第3位はドラえもんよ。そう、ドラえもんと、スーパーマリオザムービー、どっちを見に行くかって言ったら、そう、ねえ、もうお父さんお母さんにせがむんだったらどっちだろうね。私はドラえもんだと思うんだよな。だってその方が、学校でさ、話題が合うもん。そうなると、どの世代が日本でスーパーマリオザムービーを見に行くのって思わない？と思うと、私はね、まあ、セイントセイヤは、そう、まあ、日本のファンが見たいセイントセイヤじゃないよねっていうのは、まあ正直なところだから、なんだけど、ザ・スーパーマリオ・ザ・ムービーも、まあ、これは、アバター2の二の前かなとか、思ってるわけ。うん、まあ世界中で大ヒットしたけども、日本だけは大ゴケみたいな。と、まあそんな気がしてね多分まあそこそこまでいくけど下手すればそう3位に食いスーパーマリオがね3位に食い来週ね来週の今頃3位に食い込んでればもう成功だと思うよ。そう3位にね食い込むことも難しいんじゃないかなと思ってて、そう。なんかね、昨日からさ、なんかもうさ、それがもう好奇心なのよ。そう。まあ、私がさ、まあ、以前のように、毎週公開される T ・ジョイ長岡で私の近くの映画館で公開される映画、全部見てきますってなったら、まあ、スーパーマリオもさ、セントさんも必ず見るよ。そう。うん。まあ、むしろ面白そうっていうか楽しみ。予告編見る限り、セントセイヤともかく、スーパーマリオは面白いだろうなと思って見てるんだよ。そう。でも、まあね、まあそれ以外でってなると、まあ、今現状だったら、もうその、今まで我慢してきたその約束ことを破ってまで、見たいかって言ったら、いや、ないな。いやー、ぜひね、まあ、スーパーマリオぐらいは、まあ、ドラえもんを見て、3位に食い込んでほしいなっていうのが、まあ、正直なところ。うん。いや、もう、今週はさ、私はこの、
16時間ダイエット始めて、だいたい100日ぐらいだけども、その間にずっと守ってきた、もう映画は16時間ダイエットを3年間続け終わるまで見ないっていう禁を破ってもいいと思う映画がね、あってね、私はね、来週の水曜日、まあ、それだけは、もう使命として見に行かなきゃいけないかなって思ってる映画が今週から公開なのよ。もちろんね、今週から公開の MER もすごい気になるの。うん。MER はさ、まあ、テレビでドラマ化されたんじゃなかったかな。私は見てないんだけどさ、救急救命のお話で、そう、横浜のさ、ランドマークタワーが舞台に、まあそこで爆発が起こって、そう、で、それに助けに入るという話で、そういうさ、パニックもの、私大好きなんだよ。大好きなんだよ。もうほんとさ、もうただただドキドキしながら、もう無事を祈って、最後は感動して泣けるっていうさ、もうほんと、私の中では完全懲悪でさ、もう超わかりやすいストーリーの、パニックもの大好きなんだけど、まあ、それを差し置いて、私ね、今週見たいっていうのがね、あるんだよ。一作品。まあ、知ってる人は知ってるかもしれないけどね。そう、それの、今日はね、後半その話をしながら、あと20分ぐらいね、お話していきたいと思うんですけども、それはね、中森明菜さんの、伝説のライブのデジタル、そう、ディレクター版が、この、明日から、今日からだね。そう、収録してるのは前日だからね。今日から公開です。そう、あれはね、YouTube でも流れてて、同じのを見ようと思えば YouTube でも見れる。そう、でも、うん、もちろんね、YouTube でさ、まあ、それだけのさ、機械でさ、ヘッドホンつけてさ、聞いてればさ、まあまあ、素晴らしい音声で流れるよ。そう、もう、YouTube でいいかなって思うのもあるけど、いや、私はさ、そう、やっぱ、なんだろう、私ね、アキナちゃんがね、全盛期の頃は、あんまりね、興味なかったんだよ。うん。私は、荻野目洋子ちゃんがすごい好きで、そう、アキナちゃんは、なんか、なんだろうな。なんか、私よく知らないまま、アキナちゃんは、なんか嫌いなんだよねって思ってたんだよ。そう。でも、まあね、マーチットのことがいろいろあったりとかさ、まあ、芸能界からね、表舞台から消えた後とか、私がね、その後影響を受けたね、いろんなさ、ニューハーフの世界の先輩とかからいろいろ話聞いてるうちに、だんだん興味を持って、だんだんいろんなことを調べるうちに、アキナちゃんっていう存在が私の中でだんだん大きくなっていったのよ。そう。私はね、ほんと、金を犯してでも見に行きたいと思うようなアーティストはね、まあ女性の中ではね、中島みゆきさんと、中森明菜さんと、加藤登紀子さんだな。そう、もしかしたら高橋真理子さんもみたいな。そして、ね、高橋真理子さんとさ、加藤登紀子さん、もうお年はね、もうお年はなかなかのお年で、多分、現役でも絶好調の頃に比べたら、まあ声もね、衰えがあると思うんだけど、もう声の衰えなら何でもいい、もうその存在感と、その生きてきた、歌と共に生きてきた彼女たちのそのエネルギーを吸収するだけでももう十分だってぐらい好きなのよ。そう。まあ、それと同じぐらい、アキナちゃんも、やっぱ好きでさ。そう、アキナちゃん、もう中島みゆきさんもすごい好きなんだけど、もうね、そう、そのアキナちゃんのね、映画が、多分さ、今回見逃したらさ、二度と劇場で、まあ、自分で、ね、企画して上映でもしない限り、まあ、聞けないと思うし、そう、ある程度ね、環境は揃ってる中で、まあ自分でね、実証映しようと思えばさ、まあやりようはあるし、私自身経験があるからさ、経験があるし、経験がある人が周りにいるから、まあやろうと思えばできるけど、でも実証上映でさ、そんなに、音もさ、音量も、音もさ、しっかり、調整できて、しっかり計算されてる中で、聞く、流すのはなかなか難しいよ。うん。となれば、まあ映画館のスクリーンでね、
最高とは言わないかもしれないけど、それなりの、音量で、それなりの音で、アキナちゃんのさ、歌声を聞くことができるっていうのは多分さ、ねえ、イヤホンじゃなくてね、そう、イヤホンじゃなくて、まあ、自分の耳でスピーカー通してたけど、自分の耳で聞くことができる機会っていうのは、多分これがさ、最後じゃないかと思ってて、そう、私はね、アキナちゃんの映画は、もうね、ライブ映画だからね、映画じゃないと。映画じゃないからいいっていうことで、まあ、私はね、来週の水曜日、そのアキナちゃんの映画を見に行こうと思ってるのよ。そう。で、それでね、同じさ、YouTube で流れてるやつを、まあ、昨日を聞きながら、やっぱさ、いいんだわっていうか、なんだろうね。ほんとさ、スマップもそうだ、まあ、アイドル全般的にさ、まあ、あれはそうなのかなと思うんだけどさ、やっぱ本当に、その、一人一人の人間性まで踏み込んでこそ、好きになるっていう人っているじゃない。うん。まあ、私はね、あんまりよく知らなくて、スマップあんまりよく知らなくて、やっぱ人気アイドルってあんま好きじゃないのよ。そう。その中で、どうかな、こうかなって、勝手にさ、思い描いてたことがあって、まあ、スマップがあんまり好きじゃないっていうのは、まあ、思ってたよ。そう。でもさ、まあ、スマップが大好きなさ、人とさ、付き合っててさ、こう、話を聞いてるうちに、あ、そうじゃねえんだな、と。そう。そんな中でね、私が大好きなブルーハーツのさ、チェインギャングっていう曲があるのよ。そう。それを、そう、ギター一本だったかな、アカペラだったかな。で、中井くんが歌ってる、さ、YouTube あるのよ。そう、そのね、もう中井くんのね、歌声がほんとね、痺れるわけ。うん。そう、なんかね、なんだろう。中井くんがさ、まあ、中井くんってすごい協調性のある人だっけさ。そう、だからまあ、みんなとのバランス整えながらね、いろんなところで調整してきたっていうのはさ、まあ今なればわかるし、まあそうだろうなと思うし、まあMC を聞いててもさ、まあこの人も素晴らしい才能あって思うわけよ。そう、日本で有数のね、MC の一人だよね。そう、まあそんなのを見ながら、中井くんとかね、草薙くんとかね、まあ、もっと興味が出てきたんだけど、まあ、私はね、同じように、明菜ちゃんって、後から知ったと。そう。まあ、それね、私はさ、リアルタイムの世代にも、かかわらず、まあ、明菜ちゃんの名前、歌を聞いたことないし、まあ、それでね、まあ、絶対今回は見逃せないと思って、今回は、まあ、もうね、ライブ映画だから、映画じゃない。ライブ。そう、まあ、ライブも行かないって決めたんだけど、まあ、ちょっとね、これはまあ、緊急事態的に、まあね、TJOY 水曜日に1200円で見れるので、ちょっとね、見に行こうかと。そう、1時間半ぐらいだと思うな。まあ、昨日を、予習しながら、それでもね、なんか、もうほんと、なんだろうな。そう、まあ、アキナちゃんにね、楽曲をね、提供した人たちもさ、まあ、この、アキナちゃん、アキナ、中森アキナだからこの歌を歌えるだろうっていう感じの楽曲なんだよね。そう、ものすごくさ、複雑で難しい内容の曲が多いよ。そう、なんか、表面上では歌いきれないみたいな。そう、うん、ほんと、アイドル界の演歌歌手って感じだよね。本当にアイドル界の演歌歌手って感じの、曲が多くてさ。うん。大人になって聴いてからも痺れるし、まあ、どのライブとかね、まあ、ヒッパレーとかに、ヒットパレードとかに出てる衣装を見ても、まあ、衣装もすっごくさ、前衛的でさ、まあ、今でも全然通用する素晴らしい衣装が多いしさ、そう、うん。加藤登紀子さんとさ、明菜ちゃんが、
ナンパ戦でね、一緒に出演した時の、ナンパ戦を歌いながらさ、思わず泣いちゃったっていうさ、あれもね、あの映像もね、まあ、出てるよ、YouTube には。そう、まあ、ナンパ戦。うちは加藤登紀子さんが好きでナンパ戦を知って、あ、明菜ちゃんがナンパ戦歌うんだっていう感じで、明菜ちゃんが歌うんだ、みたいな感じですごい引き気味に聞いてたけど、そう。でも、加藤登紀子さんが歌うナンパ戦と、明菜ちゃんが歌うナンパ戦はね、やっぱ違うんだよ。そう。そう、なんか、今、明菜ちゃんがナンパ戦歌ったら、加藤登紀子さんみたいな、重みというか、人生の重みも含めてのナンパ戦になるかもしれないけど、あの当時の明菜ちゃんはリアルタイムのね、ナンパ戦だったからね。そう、もう本当リアル感がガンガン伝わってくる、そういうナンパ戦だったな。そう、だからこそね、そう、今週は、まあ、スーパーマリオブラザーズも、セントセアザーリビーンも、まあ、気にはなるさ。どうなるだろうっていう、もう野獣巻き根性的にね。でも、私はね、やっぱり、そう、アキナちゃんは見に行きたいな。それくらいね、もう本当に昨日の M キャスもそうだし、今日のワキャリもそうだけど、なんかね、私の中では、今週は、なんかすごくね、映画が見たい。そう、もう今週はもう映画一色みたいな感じなんだよね。そんなわけで、ヨロッとね、職場の近くに着いたので、今日の訳ありだいトークはここまでにしたいと思うんですけども、そうね、来週の月曜日の配信時はまだ映画見てないか。そうね。まだもしかしたら、また、なんか、熱を込めて、そう、映画の話をしてるかもしんないけども、まあね、いやー、映画はさ、本当に、見れば面白いんだよ。そう、見るまでは、ちょっとね、今となればね、そう、敷居が高い。他のね、他のものがすごく敷居が低くなってきた代わりに、まあ映画はね、敷居が高いものっていう風な感じもしないでもないけども、まあ本当に、映画は面白い。そう、そんなわけで。私はね、週1回、金曜日の15時から、長岡の TJ 長岡に関する最新情報の映画を、ポッドキャストで流してるので、興味がある方はそちらも聞いてみてください。まあ、TJ 長岡の最新情報だけども、まあまあメジャー映画は大体 TJ でやってるので、まあまあ参考になるんじゃないかなと思ってます。ただね、超マイナーな映画ファンおすすめの映画っていうのも、まあ、TJ 長岡結構やってるので、面白いかもしれません。まあそんなわけで、昼ビール補足分けやりたいトークは今日はここまでということで、皆さん一週間お疲れ様でした。私はなんだかんだ言って3日しか喋ってないけど、喋ってるのは1週間喋ったのよ。そう、そう言い訳だけどね。喋るのは1週間全部喋ったけども、まあ発信している収録がまあ完全に終わって、発信したのはまあ3日だけど、まあ今週は2日間ずり休みしましたが、来週はまた楽しくやっていきたいと思いますので、皆さん来週もよろしくお願いします。ヒルビール補足、訳ありダイエット僕のマコネでした。またね。バイバイ。